成功とはあなたの仕事のほんの 1% にあたるものだが、それは失敗と呼ばれる 99% のものがあって初めて生まれてくるものである。私は若い社員に相手の人の心を理解する人間になってくれと話す。それが哲学だ。失敗が人間を成長させると私は考えている。失敗のない人なんて本当に気の毒と思う。伸びる時には必ず抵抗がある。進歩とは反省の厳しさに正比例する。人類の歴史の中で本当に強い人間などいない。いるのは弱さに甘んじている人間と強くなろうと努力している人間だけだ。日本人は失敗ということを恐れすぎているようである。途大、失敗を恐れて何もしないなんて人間は最低なのである。模倣、依頼、同調といった精神は今ではどのような価値も生まないだけではなく、人々を根底から破壊する役割さえ果たしている。もったいないようだけど、捨てることが一番巧妙な方法だね。捨てることを惜しんでいるやつはいつまで経ってもできないね。会社のために働くな。自分が犠牲になるつもりで勤めたり、物を作ったりする人間がいるはずない。だから、会社のためなどと言わず、自分のために働け。人生でも企業でも一度貧乏とか不況を立派にくぐり抜けてきたものなら、そいつはどこまでも信用できる。創業当時、私が世界的視野に立ってものを考えようと言ったら、吹き出していたやつがいた。苦しい時もある。
夜眠れぬこともあるだろう。どうしても壁が突き破れなくて、俺はダメな人間だと劣等感に苛まれるかもしれない。私自身、その繰り返しだった。思想さえしっかりしていれば、技術開発そのものはそう難しいものではない。技術はあくまでも末端のことであり、思想こそが技術を生む母体だ。自分の力の足りなさを自覚し、知恵や力を貸してくれる他人の存在を知るのもいい経験である。我々は最初から苦しむ方向を取ったから、あとは楽になった。真似をして楽をした者はその後に苦しむことになる。間違った先見力は人の考えを誤らせ、道を閉ざす原因となる。私の現在が成功というなら、私の過去はみんな失敗が土台作りをしていることにある。仕事は全部失敗の連続である。嫌なことを無理してやったって仕方がないだろう。私は不得手なことは一切やらず、得意なことだけをやるようにしている。長というものは組織上の役割を示すものであって、決してその人物の偉さを表すものではない。新しい発想を得ようと思うなら、まず誰かに話を聞け。友情は人間感情の最も洗練された、そして純粋な美しいものの一つだと思う。友情を交わす友人のいることは、その人の人生にとって非常に大きなプラスである。時間だけは神様が平等に与えてくださった。これをいかに有効に使うかはその人の才覚であって、うまく利用した人がこの世の中の成功者なんだ。
社長なんて偉くもなんともない。課長、部長、法長、盲腸と同じだ。要するに命令系統をはっきりさせる記号に過ぎない。新しいことをやれば必ずしくじる。腹が立つ。だから寝る時間、食う時間を削って何度も何度もやる。人を動かすことのできる人は他人の気持ちになれる人である。その代わり他人の気持ちになれる人というのは自分が悩む。自分が悩むことのない人はまず人を動かすことはできない。私の最大の光栄は一度も失敗したことではなく、倒れるごとに起き上がるところにある。私は怒ってもその人間を憎むことはしない。偽りのない気持ちを相手にぶつけることが大切。失敗と成功は裏腹になっている。みんな失敗を恐れるから成功のチャンスも少ない。企業にも節がある。儲かっている時はスムーズに伸びていくが、儲からん時が一つの節になる。この節の時期が大切なのだ。私は節のない企業はどうも不安で見ていられないような気がする。とかく他人に厳しく自分自身に寛大なのは凡人の常だ。技術の競争はあくまでも技術をもってすべきである。学問なり技術があるということは立派なことには違いないが、それを人間のために有効に使って初めて優れた人間だということができるのだと思う。何よりも大切なのは人を愛する心なのではないだろうか。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。